そしてですね、まあ、霊装の本にちょっと戻るとですね、61番ですね。対話、憐れみの対話をもって結ぶ。主なる神と語り合い、今まで命をくださったことに感謝し、今後のために恵みを頼りにして改善を決心する。で、主の祈りを唱える。だからやはりこの自分の罪を振り返った後は憐れみの対話ですね、神様の憐れみを味わいながら、じゃあ自分をどう軌道修正していくかっていうことを最後に締めくくるということなので、まあ、そういう気持ちで少しそういう、こう罪を見た、弱さを見た後はですね、神様と語り合いながら、このどのような気持ちで歩むのかっていうことをしっかりこう見つめ直して生きていくですね、軌道修正をしてもらったらいいというふうに思います。そしてその後が62番第三霊装というんですけど、この第三霊装は何かといったら、その下にあるより第一と第二の霊装の反復である。この反復するっていうのがこう霊装の一つの特徴で、反復っていうのは結局繰り返して同じテーマを何回も何回も深めていくというですね。で、こう一回だけだったらやっぱ深まらない、実際は。だからこの反復を繰り返しながら少しずつそれを深めていくというのが、まあ、霊装の一つの方式なんですね。だから、まあ、たった一つのテーマでも毎日毎日見ていけばだんだん深まっていったり、気づかないことに気づくということなので、まあ、こういうことも心がけてもらったらいいことではないかなと思いますね。まあ、他にもちょっといろいろあるんですが、ちょっとまあ反復としてですね、聖書の箇所をちょっとまた見たいと思います。ルカの7章の36節まあ、悔い改めの実際の話ですね。ルカ7章の36節ですね、まあ、有名の話でちょっとこれ、まあ、読みたいと思いますが、さて、あるファリサイ派の人々が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスはその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私の足に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われたということですね。まあ、罪の女を許さなしで、
まあ、この話私大好きでよく講座で話したりする話なんですけど、シモンというファリサイ派の家でとにかく食事をしてたわけですね、イエス様がね。でそこに、まあ、町で評判の罪の女が、まあ、伝統的なこれがファリサイ派、いやマグダラのマリアで、まあ、娼婦だったっていうんですけど、まあ、現代のちょっと聖書学者はまあんまりそう考えてないんですが、まあ、とにかく町で有名な罪の女が入ってきたって言うんですけど、でイエスが食事してたんですよね。でまあ私もここを読んでいつも思うんだけど、この女の人本当ストーカーだと思うんですけど、ストーカーでもう常識が全くゼロだって、ちゃんとした食事の席でですね、ファリサイとしてるところに勝手に入ってきてですよ。でまあ昔は椅子がなかったから足投げ出して食べてたんですけど、そこに涙流してですよ、髪の毛で拭うんですから、としか思え、普通だったら思えない。まあ、もし私にそういう女性が現れたら、もうどう考えたってその人常識外れでストーカーとしか思えないですよね。僕の足に涙流す涙をですよポトポト流すっていうの、もう考えるだけで気味が悪い。それを髪の毛で、で髪の毛でそれを拭うんだから、もうちょっと常軌を逸してるっていうか、このどう考えたっておかしいし、もう僕なんかもビビってしまってですね、もうそれだけでもこの人知りませんから僕に関係ない人ですってシモンに言ったと思うのはそれも間違いないですけど、まあでもこのイエス様もうどんなにすごいかってこれだけでも思いますね。まあその態度で見てるんじゃなくて、この人の心を見てるわけだから、この人がどれだけ罪があって自分の貧しさで苦しんでるか、心の貧しさにとらわれてるかってことはよく分かってたわけですよね。だからさっき の神父発端がそのまま出てる、特に前半が悲しむ人は幸いで、もうイエス様の前で足に涙濡らすぐらいもう悔い改めの気持ちでイエスのところに来てるわけですから、普通は常識外れで変な人ですけど、イエス様はちゃんと心を見てですね、まあ、そこまでイエス様の前で悔い改められたらもう幸せだと思います。逆に本当に幸いだと思いますよ。ここまでできるぐらい切羽詰まってることがあってですね、他の人の家にまで押しかけてきてやってるわけだから、まあ、大したもんだと思いますね。でもその大したもんだと思うところをイエスは分かってたわけですよね。私たちは常識的に考えるから、もうこんなバカな女の人みたいに思いますけど、でもイエスはその心をちゃんと見とられる。だからどんなにこの人は罪深かったかとかとも分かってるわけで、イエスはね。でこの人も自分の貧しさとか醜さがよくよく分かって、もうやり直したいという気持ちでイエスのところに来てですね、泣いてるわけですから、すごいこの女性のこの悔い改めの姿もすごいけど、それを受け止めてるイエスのこの許しの心の凄さっていうかですね、もう少々の罪とか関係なしですよね。この許し方っていうか、このダイナミックなイエスの受け止め方をでされるがままにしてるわけだから、しかもですね、別に動じてるわけじゃなくて、その悲しみをしっかり受け止めて最後に言うわけですよね。あなたの罪は許されたという、はっきり言ってですね、安心していきなさいっていう、この安心していきなさいのこの安心の中には、さっきの何だったっけな、その柔和な人は幸いであるが響いてると思いますけど、本当の安心があるってことは、さっきの柔和な気持ちに、柔和な人になれるっていうですね、この安心を最後にイエス様はちゃんとこの人に与えてるわけですよね。これはもう彼女の改心の生き方を、まあ、そのまま語ってる。まあここなんかもちょっと自分で皆さん黙想されても、まあ素晴らしい、自分に当てはめてみて、ここまでイエス様に悔い改められる人は幸いだと思いますね。だからここに書いてある通りなんですよ。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンだっていう、借金があるってことは、これは罪があるってことなんですね。罪の負債があるってことですから。ちなみに私たちが唱えている主の祈りですね、私たちの罪をお許しくださいっていう、私たちの罪をっていう訳ですけど、原文は罪じゃないんですね。原文は負債なんです。
トガとかなんかの言葉なんですね。だから新共同、私たち今の主の祈り作った時にはまあちょっと論争があったんですね。原文はそう罪って言ってないから、マタイの福音書でも、ルカの福音書の主の祈りどうだったかちょっと今思い出せないですけど、つまり負債を免除してくださいっていうのが元々の原文の意味なんですね。主の祈りの、つまり罪っていうのは負債だと考えるわけですよね。神様に対して借金があるってことを意味考えるわけですよね。だから私たちは普通に出たら大した借金がないと思うわけでしょ。自分の罪見つめてないですからこれぐらいの借金だからと。でも自分の一生の罪を振り返り、自分の一生の今まで犯した罪見たら莫大なる借金だってことが分かるんですよ。どれほど大きな借金が実は神様に対して人々に対してしてたかっていうね、それを許されるってことは大いなるお恵みであるっていうことに私たちはつながる。イエス様はその借金を許してくださってるってことが自分にとって分かるかどうかっていうことになるわけですよね。そうするたらイエス様をもっと愛するようになるでしょうし、この罪の女のような、まあ、生き方が、まあ、できるでしょうということになるわけですね。そしてこの後半は、神父買ったの後半がどこにあるかっていったら8章の1節にあるんですよ。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ユハナ、そしてスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたと。イエス様がこの後に福音宣教に出かけるわけですけど、この伴っていたのが悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちというので、まあ、ここにマグダラのマリアがあるんで、伝統的にはこの7章の最後の話をマグダラのマリアだというふうに解釈しているわけですね。まあ、それがどうかはまあ分からないんですけど、でも少なくともこの中に罪の女も入ってた可能性がある。つまり罪に許されたものはさっき言ったように義に植え替えて憐れみ深い生き方に招かれてるから、癒してもらって許してもらった女性たちもイエスの福音宣教に参加してるわけですよね。で、彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたということですから、これは悔い改めたものが今度は憐れみを分け与う方に招かれてる、で平和を実現していくものに招かれてるということなので、この7章と8章と合わせてさっきの神父が発端の改心のプロセスに重なっているということになるわけですね。で、私たちは改心の恵みを、まあ、もちろん小さな形で過去にあるいは今も経験されてるでしょうけど、それは今度は人々にお返ししていく、奉仕していく生き方に私たちは招かれているということですね。まあ、それを、この少し意識されたら、まあ、いいのではないかなと思います。この、まあ、今日で第1週終わって、来月は第2週に入りたいと思うんですけど、第2週の課題がこれなんです。このルカの8章に入るわけです。イエス様と共に従ってですね、この女性たちのように人々に仕えていく、奉仕していく生き方は自分にとって何なのかという、もっとダイナミックにイエスに従っていく道は何なのかということを見ていくわけですね。だから改心してイエスに従うものに変えられていくっていうのが霊槽の考え方なんですよね。改心して終わりじゃなくて、許されて癒されたものが今度は使えるものになっていくと、まあ、その12ステップもそうなんですよ。許されて癒されたものが今度は他の人を助けていくっていうふうにつながっていくプログラムで、もう全くこの霊槽も同じだし聖書の流れも同じなんですけど、許されたものが今度は人に仕えていくものに私たちが変えられていくということなんですね。それでですね、ちょっと霊槽の本に戻って、まあもう忘れてる人もいるかもしれないですけど、まあ、この気づきのエクササイズをまあ、できればちょっと前に日々の生活の中で
実践してくださったらいいということを、まあ、前に言って中にはやっておられる方があると思うんですけれども、これはですね、前回説明したかどうか、霊想の本の中では43番なんですね。43番、一般救命、ここに書いてあるのは一般救命の方法5つの要素を含むって書いてあるんですけど、まあ、これは伝統的に良心の救命と言われてたんですね。でこれは何かって言ったらですね、読んでもらったら分かるんですけど、罪の今日一日自分がどういう罪を犯したかを振り返るってことなんです。だからこれは第1週の中に入ってるんですね。要点第3見てもらったらです、特別救命、特別救命もちょっと時間があったら話してもいいんですけど、特別救命において述べられた同じ順番を守り、25、時間を追って、また日課の項目に従い、起床から今の救命まで、まず思いにつき、ついで言葉、最後に行いについて自分自身に問いただすと書いてあるんですね。これ何かって言ったら、さっき言った霊想の第二霊想は自分の生涯の罪を振り返るって話をしましたけど、これは何かって言ったら一日の罪を振り返るんですよ。朝から自分がどのように過ごしたかと。それで要点の第4、過失を許してくださるよう主なる神に願う、つまり今日一日犯した罪を神様にごめんなさいという、これが良心の救命と言われて、この霊想の本ができてからだと思いますけど、まあ、450年ぐらいこの習慣が修道者にあるんです。修道者は1日2回良心の救命をするようにと勧められてるんですね。だから半日の罪を振り返るということなんですけど、でもですね、罪だけを振り返るというのは気が重いんですよ毎日毎日自分の罪だけ振り返るっていうね。で約40年前にこの良心の救命で罪ばっかり見ても、結局もっと深いところを見なきゃ本当の返しにつながらない、表面的に今日これをしてごめんなさいごめんなさいって言ってるだけだったら結局変わらないんで、約40年ぐらい前に良心の救命じゃなくて意識の救命をしましょうというふうに世界的に流れが変わったんです。そのイエス全世界のイエス会というか霊想の研究者で、それはちょっと言葉が違うんですけど、それが気づきのエクササイズなんですね。だからこの霊想の43番を現代的にやったのが、私が最初から言ってる気づきのエクササイズってことなんです。まあ、それを、まあ、意識の究明とかとも言うんですけど、これになるわけですね。だからそれでまあ進めてたんですけど、だからまあ罪だけじゃなしに自分の生き方をこう振り返る、で軌道修正をするようにということなので、で、まあ、今日の今月というか次回までのテーマは気づきのエクササイズのですね、まあ、1、2、3ぐらいでちょっとやったらいいと進めをしようと思うんです。一番はさっき言った戒心のポイントなんですけど、一番はやっぱり神の恵み、愛をどこで、その今日一日ですね、まあ、感じたかとか知ったかということを見ると。で2番目が自分の貧しさとか、まあ、罪とかですね、まあ、弱さは何だったのか。だ罪だけじゃなくて、まあ、自分の弱さとか何とか何だったのかっていうことをちょっと見ると。戒心のポイントはこの2つですからね。神の憐れみ深さと自分の弱さとか囚われてるところとかですね、いつもいつも繰り返してしまうなんかとかっていうことをよく見るということで、で3番目がさっきのね、幸いということをちょっとよく味わう。マタイ5章のこの3節からのところ、それが幸いだと言ってる、そのイエスはなぜそれを幸いだと言ってるのかをちょっと
確かめてみるということですね。で、何が必要なのか、もしかしたら改心かもしれないし、場合によって励ましですよね。今やってることを頑張ってやりなさいということかもしれないし、忍耐を持ってということかもしれないし、ちょっと自分の考える角度を変えて、つまり自分が苦しいなと思ってたことはもしかしたら神の御から見たら幸いかもしれないですから、物の見方を変えるということになるかもしれない。まあ、この3点ぐらいでこの気づきのエクササイズをやってもらったらいいと思いますね。単にこの、まあ、現代的にこの43番をまあそのままするよりちょっと工夫をしてやった方がいいというのが、まあ、現代の世界的な霊想研究者の一致した意見で、まあ、私もずっとそのようにしてますからということですね。それでちょっと、やっていただいたらいいのではないかなというふうに思います。